続きましては、3、4年生ですね。皇室です。5月の皇室課題を取っていきます。えー、っと、まずは、ちょっと全体見てもらうと、まあ、マスなので、あの、難しいことはないんですが、えー、っと、ひらがなと漢字のバランスとして、圧倒的にひらがながまだまだ多いんですが、そんな中でも、漢字が目立つようにね、 あのー、大きめには描きたいんですよただこれもこれも青も葉もねあの縦長でこれ入れるのすごく難しく感じると思いますのでそこのポイントを押さえることが今回はあの目的かなっていうところですはいそして同時にこの「目」という字なんですけど結構圧迫感のあるこの「 マスいっぱいに書いてしまうと圧迫感が出てしまう字で意外とこれは大ききく書きません囲まれてるような字に関してはちょっとだけ普通の漢字に比べたらちょっと抑え気味かなっていうぐらいにしましょうでえー、っと私ね中心線引いてあるのでちょっと分かりづらいんですけどここに線ありますよねでここにあります。 両端の線はこちら。そこで合わせて書いていきます。はい。まずは1画目をどのくらいに書くかって言ったら、これ長さが問題です。意外と長くしすぎてしまうので注意なんですが、これちょっと短めなんですよ。なぜかって言ったら、次の書き出し位置はどこにぶつけるかによってだいぶ変わります。ちょっと細かいんですけどね。 ちょっと手の影ができちゃうのが申し訳ないここ気質と呼ばれるここの部分入りなんですけどこう入ってこうになってるっていうことはここにぶつけるのそれともここにぶつけるのそれともこの辺なのみたいななんか多分そういうのってあると思うんですよだけどそもそも気質の大きさがこの縦はこのぐらいでこう ギュッと引いて、こうやって来ているものに対して、どういうふうにぶつけていくのかって、この角度の問題ね、違うんですよね。横の角度ぶつけるとき、こう同じように入りません。これが、この辺、上の方からでいいんですけど、うん、こっちで書いた方がいいかな。こう入れるのではなくて、こういうラインですね。 もうそもそもこの角度がこっち向きこのぐらいの角度ラインで持ってこれてます。これはこの角度。それが違うので同じようにここにぴったりこう当てようとしないことぴったり当ててしまうとすっごい太くなるんです。全部太くて真、まあ、四角にこう囲まれたような字になってしまうのでそこ毛筆でもそこを考えるといいです。そして 硬質ではそこまでは求めないんですけど、だからそのちょっと当てる角度が違うっていうところでこの優しい感じ、ちょっとふわっとしてるようなあの感じがね、出ますよね。で、縦はほらギュッとしてるので太いです。で、この真ん中の線とかもあんまりベタっと中にくっつけすぎず、少しね、やや 気質というかねこの部分がねちょっと優しくなあの開いてるぐらいなイメージですね。習字でやってるとわかると思います。あのいつもそこベタベタくっつけないでねっていうような部分ですね。それが硬質に生かされるのはこういう時なんですけどそこでねあのせっかく知ってる知識をバラバラにしとくのはもったいないので。 ここではきっとこういうことなんだろうなってつながるといいですよね。それがあの、今やってることがこう大人になった時にこうね、身についてつながっていくっていうところです。には、そう、この流れが途切れず出るといいですね。こういう感じの羽からの次行く、ここの部分は ドスンってやっててやないすーッと行きながらだんだん強くなってるような感じで早めに曲がってくださいここここに書いてありますねちょっとここまでいっちゃうとダメなんですよもうこの早い段階で左左って持ってきてあげてこのラインを作ってあげることまずここそしたらここまでこう来たらトンでギュッとそうするといいですね はい、来ましたあの。ちょっと難関なところかなっていうところあのこのマスっていうのは正方形でできてますけどうんこの字長方形に見えませんかこうなんとなくそしてなんかこういう出っ張りがこうなっててなんとなくキュッキュッってなってて なんていう形なんだろうなっていつも思うんですけどこの字はよーくあの昇級試験にも使われて毛筆でもよく使われます見られているのはまずここの上の部分3みたいになってるこの線の質の違いを明確にすることなのでギュッと上がる線と真ん中はまあまあまっすぐな線そして最後はこういうふうに反るような線 っていうのをまず3つあのちゃんとかけることそしてそれがえっ、ー、とマスはね今ここにこうにあるんですよこれの中のだいたい前半よりもちょっと上前半部分でしっかりここがこういうふうになってればいいですねでこれができたという前提でここしっかりこう貼っていくんですよ長さに差がありますからねこうなりますよね で、下の部分ですけど、この月がね、またちょっと難しく感じますね、バランスがね。これ、一画目がポイントです。なんとなくなんですけど、こういう優しい台形になってればいいなっていうイメージです。映ってなかった。このぐらいな感じ。こういうのをイメージしてください。そうすると、どういう風にしたらいいかって言ったら、意外と入り出し、 月の始め第1画目は内側に近いところそこから徐々に外に向かえばいいんだって思いますよねこうしといて外へ向かってそしてさっき目の時に話したように接続部分はなるべく上なんですよ上の方にもこうやって持ってくることそして台形にするっていうことは上がこう短くなきゃいけないわけですねで短くしておいて下は少し膨らみをかける こちらららと同じぐらいに膨らみをかけるでもう一つあの約束事としては左があって右があったら右の方ちょっと重たいわけですよ。長く,少しだけ長くするってことでキュッキュッとこのぐらい長くしといて今ほら比べたらこっちかなっていうぐらい微妙な位置ではありますけどそのぐらいの差が一番いいです。あんまやりすぎても変なので。でこのぐらいにしてあげると なんとなくドシッとしてしてあの安定感あっていいんですよね。これをここに書きたいんです。ね、実際ここに書くときにはじゃあどういう感じかって言ったら真ん中の線のこのぐらいです。今ここちょうどここはほら真ん中に乗っていますよね。これをこう囲んでいくように。このぐらいな位置関係で持ってきて、下はじゃあこのくらいこう広がっていこうかっていう。 で、跳ねるときはこっちが下になるわけだからこの辺かなみたいな。まあ、こんな点々とか書かないでくださいね。あの、今目安でこうやってるだけなんですけど、こういうのが頭の中で見えてくるといい。これ私がこういうバランスを取ると良よかったんだよなっていうのを思いながら、そのぐらい冷静でいいわけですよ。だから勢いで書いたりしないこと。ここから、こういうラインで持ってきて、うん。 で次短いんでしたね。このくらいにしておいて。もしあの不安だったら何ならうこう上げてしまってもいいので,で。そこでもう一度そのここに置いた状態から出発します。こういうふうに太くなっていって、右は左よりもちょっと下。このぐらいのラインでだんだん強くなっていくとより綺麗ですよね。形とプラス線。 線の太さの違いとかしっかりと出せるといいです。で、ここで跳ねます。跳ねるときは横に行くように。ほら。ここの横の部分が大事です。これ上にきつくこうやってやってしまうとせっかくね、できてたのに台無しな感じになります。えーで、これ上の方にこう持ってきますけど、そうですね。だいたいま、ここと、 の隙間と同じぐらいな感じでこう持ってくるのがいいかなそうなるとこうちょっと丸すぎる鉛筆は結構難しくていつもは寝かせて描いてるのでそういう時だけはこうちょっと立ててあげてあの細いところが出せるように楽々ですこの細いところを出すと、ね、このぐらい立てればそうこんな感じになりますねでまた葉っぱという字が難しいんだ ちょっとね、これもここちょっと狭いかななんて思ったんですけど、ちょっとここに補足で書いときました。ちっちゃいですが、だいたい左右同じような幅で開けたいなっていうところと、次どこが一番出っ張ってるかなっていうところ、上、のっぽのところはどこなのかって真ん中ですね。真ん中ちょっと背が高くなるようなイメージにしてください。で、またこれが、 こう上からこう重なっているような字なので難しいですね。えー、いきます。えー、とまずちょっとまっすかこうとこうかこうなってこうなってこ,この辺りです下のラインはこの辺りで横の真ん中のラインって言ったら大体この辺りそう縦のねラインはいつもこう気にしますけど横も実はありますよっていうところはちょっと注意ですね。 草かんぶりまずキュッとしといて草かんぶり1画目は上の方には描きたいですけどここの第3画目この頭をしっかり出したいのでこの子が出るぐらい出たい出れるギリギリな上の部分っていうのかなっていう感じに持っていきたいですね。 本当はこうしたいんだよ。でもこの子がいるからこっちにちょっと行ってあげようかみたいな。なんかそういう感じなんですよ。いつもいつも。で、こうしといて、ここが出るところ。こんな感じですね。力の加減で言ったら、これは、これは反っちゃダメです。ここに隙間を開けようと思って、今の動きをもう一回書くと、 キュッと入れながらも、こういうラインです。なんとなく、こういう風に丸くしてるかなっていう感じ。そして次も、こういうラインです。こう丸いかな、囲ってるのかなっていうような動きで、そしてここを閉じます。こんな感じに。で、 次なんですけど、次も実はこういう風になんとなく丸いようなイメージでキュッとしておいて、キュッて持ってくるようなこんなラインです。それがここに、小さくここに書かれてます。まずはじゃあここを閉じておいて、次はここですよね。さっきのこういうちょっと柔らかくて。ここ。そう。で、下は でこの時のこの横の線はあまり長すぎなくていいです字の中で一番長くしたいところは一箇所だけこれもっと長くてもよかったかなっていうぐらいですけどここの線線が一番長くなるようにこのラインできるようにこんな感じですねこの人はねそう えーっとそしたら山ですねこれも反る方向っていうのが大事になります単純な字ではありますけどこうしっかり大きめに入れたらこう来ますよねまっすぐこういうとこあんまりギュッギュッてやりすぎないで遠くから打ち込んでこう来てギュッとこういうところは反らせてくださいしっかりと反らせることそしてこちらからこういうラインですこちら これも丸いかなっていうぐらいの方がいいですね。とか、あとはもうほとんどひらがななので大丈夫かなとも思うんですけど、メインになるのはやっぱ前半部分ですね。はい。ホトトギス。はい。いきます。方は、棒の部分こういう風に力加減で、ね、よーく見てください。 そうでこれ1、あのー、日1文字とかでもいいのでじーっと見るんですよ。1分間ぐらい、ままあ、眺めてみてこの形を頭に入れといてそれでこう手でいいのでこうなぞってみてこの太さを出すのにはどのくらいの力の強さかなっていうので上でもじりじり音が言うかもしれないけどこう,こうしといてグググググみたいなこういう感じでな,んか、ね、なぞってみる。 と結構いい、あの、勉強になります。で、これもぎゅーっとこうしといて。ギュぎゅっと、これもハットかと一緒で、早い段階で曲がっていくこと、この棒のこのラインよりも、だいぶ早いですよね。で、トン、ギュー。 このトーンって言った、ここの部分が優しいんです、これ。あんまり太すぎない、強すぎない、力を、あの、この辺の力加減よく見てくださいね。もうそう、よく見るっていうのが一番なんですけどね、見てるようで見れてないっていうのがほとんどだと思います。やっぱり焦りもあると思うんですよ。なんとなく焦って、 バっ,っていう感じになってしまうと書写の意味がなくなっちゃうというか本来のやることが全然できてなかったりするのそれもったいないのでそうちゃんと見るまずは見て感じてじゃあやってみる同じようになるようにやってみるっていうところどこまで似せるのかっていうところもあの それこそそれぞれれこぞだと思うんですけどねただどういう風にするんだよっていうのが大体分かっててで思った通りに自分で線が、うん、といろんな線を引くことができればそれってあの無敵なわけじゃないですかあのどんなものも真似できるようにきっとなると思うんですでそういうことができると あのいろんな応用が聞いてきますからやっぱり線なわけですよね形を捉える力と線の綺麗言葉で言うと難しいですね「音とギス」「ス」ですギュッとしといてこうしといてトントン。 ストーン、ここもストーンって下ろして短くていいですよ。はい、ではももう一度こう置きといて。このままスッときます。早い段階で曲がっておいて。トーン、ぎゅっと。はい、つです。こうしといて、このあたりからカーブしていきますけど。大きく回った方がいいです。ここ。 っかりと開けるような感じで、ね、今みたいな感じでやっていくとこの辺のちょっと質が違うような線の質がちょっと違うような感じこういうのがあのできますのでずっとぎゅーっと押さえつけないようなきあの感じがいいですね。えっ、ー、と「初月を」と書いてある かつおですねはいかは左側こうですギュッときといてはいだんだんギュッとしてトントン点はね大事ですよおろそかにしないようにはいつですこうにきといてゆっくりゆっくりでいいですこううんはい「お」です 今日は下からギュッと来たら右寄りですこういうラインで中心よりも左にいますねそしてもう一つポイントはギュッとこの辺内側に入ってます内側に入ってから止まるでこれもそうこれどっちの方向に上がってんのかなっていうところも見てくださいちょっとした角度の違いで表情が全然違うのと穴ができるかできないかにも 関わってきちゃいますよねちょ。ちょっとこれ横に広げてあげるんですよ。そうすると毛筆の時とかも綺麗にできます。こっからこう、そしたら横です。横横ってきて抱え込むように上、そして点は遠く。うん。はい。そしたら名前じゃない学年か。 昨年はね、えー、難しいから小4にしようかな小4これねだいぶ小さく書くのであれなんですけど横の線これも優しくねそしてこういうところぶつける時こんな感じでぶつけます。 こういうラインで必ずこう斜め45度こういう風にぶつけといて左こういう風にぶつけといてこう右みたいなそういう感じですねなんかちょっと今しゃべりながらやったら変になっちゃったなこれちょっと横にもう一回書いときましょうかこうですねこのね太い鉛筆で書くとこういうところがやりにくいですねこのくらいでいいです えっとはいじゃあこんな感じかなはいはい34年生もねえっ、ー、と今までとあまり変わらない4年生は、ま、ちょっと簡単すぎるようなんて思うかもしれませんけどだいぶ基本的なところがいっぱい出てきてますこれとかこれこの辺りも終電的にねまっすぐに綺麗に入れるためにはどうしたらいいのかっていうところをちょっと 真剣に考えてみるといいかなと思います。この辺りもよーく見てください。はい、頑張りましょう。